はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。今日はこのウラディミル・ペトコビッチっていう監督を、使ってきました。まあ監督詳細とか、まあ、一応こんな感じですね。で、オフェンシブ使ったね。まあ、オフェンシブとディフェンシブ、ほぼ多分変わらないんだけど、まあ、オフェンシブ使いました。で、正直ね、僕下手くそなんで、まあ、人選解説とか、あんましたくないんだけど、まあ、一つ言うなら、ちょっとここね、右サイドバック、バンビサカ入っちゃってんだけど、これ守備的サイドバックなんだよね、このバンビサカ。ここね、攻撃的にした方がいいですね。やっぱ、ここちょっとね、こうやってオーバーラップしてもらいたい。一応デイビスはインナーラップサイドバックなんだけど、まあ、一応がどんどん上がってくれるんで、まあ、使ってます。まあ、サイドバックいないから、バンビサコ行ってるって感じです。まあ、あともう一つ言うなら、このね、ルンメニギが最強すぎたぐらいかな。はい。一応ベンチャーはこんな感じです。あと、ハーランドも強かったね。得点シーンを見ていきましょう。いやー、でもね、やっぱ、5バックってなると、守備が硬いから、あんまね、なんか、失点しなかったイメージがある。まあ、これ、確か失点しちゃうんだけどね。あ、これは事故だね、事故。完全にパスコース切られてるところに出しました。まあ、下手くそ、まあ、パスコース切られてるところに出すと、まあ、ああ、なるわな。で、これはどうだ、得点シーンか、これは。わからない。ボルラン、お、ワンタッチで出してルンメの謎のダブルタッチからシュート。やばかったね。まあ、ここはベッカムのフリーキックで、まあ、決めると。あのね、ルンメの相方は、やっぱワンタッチパス持ってる方がいいね。今みたいのがね、もう一本ぐらい確かあったんだよ。まあ、ここは、あれだね、普通にあの相手がミスってくれた。よかった。もうなんかスローインくれたね、なんか。で、ここはファンバステンのさすがの決定力。まあ、フリーで前向かせたらああなっちゃうからね。まあ、難しいところだよね。まあ、ここも事故だね。マルディーニがなんか取られちゃったから。まあ、もったいない。まあ、これなんか、ちょっともったいないところさえなければ、本当に失点少ないから。で、あと、ここは、ハーランドが強すぎた。まあ、一発目で決まると思ったんだけどね。決まんなかった。ここはどうなるんだ？取って？いや、取られちゃうか。いや、これなんか、途中で見切れたけど、今のね、失点したのちょっとも、なんか、しょうがないね、今のは。結構寄せててもね、決められちゃうから。ここはなんか、ベッカムが走ってくれて、てたんでか走り、あ、なんだっけ、パーサンドがやってたんで、決まりましたね。そう、このワンパ、バステンのファン、ワンパ、あ、素晴らしい。ここは普通に、決められました。ほんとやっぱね、サイドバックね、守備的にする必要ないと思ったね。で、ここは相手が上手かったね。ちょっとダブルタッチ強すぎ。これはなんか相手が急いでクリアして、ルンメニギのこの理不尽シュートでゴールと。これ多分開幕で決められたですね、これは。カカもね、スルーパス持っててね、結構強いね。で、ここは、あれ、なんかボールがこぼれてきましたと。アズムン多分ワンパー持ってんだっけ、わかんないけど、とりあえずアズムンが結構強いなと。調子良かったら使ってます。で、ルンメニギがここまで抜け出して、ゴールと。相変わらずルンメニギですね。で、ここはベッカムフリーキック。キャンベルいたけど、ちゃんと決まると。あれ、フリーキックってどうなんだろうね。ディフェンダーをさ、壁の後ろっていうか、あの、ゴール前に置いた方がいいのか、ちょっと僕は未だにわかりません。で、カカが2列目から抜け出しで、ポストに当て、結局は自分が決めると。で、これはどうなんだ？カカがベッカムに渡して、アズムン、カカがスルーパスでアズムンに出して、オプチョ、キープするね。確かアズムン絶好調だったから、なんか多分強いんだと思う。こうベッカムで無理やり打って、キャンプに当たってゴール。珍しいゴールだね、ウイニングイレブンだと。現実の試合では意外とあるけどね、ああいうゴール。ここは、トーレスにかわされ、はい、まあ、強かったね。あれはちょっともうどうしようもなかった。ここは理不尽なルンメニエ。いや、ちょっとあれがほんと強すぎるルンメニエ。
まあ、ルンビリキじゃなくてもダブルタッチ持ってるね、フォワードラインブレーカーならいいと思うな。もうちゃんとルンビリキ決めました。で、こうトニークロのこのスルーパス素晴らしいね。はい、でフォルラもさすがです。ここはどうなんだ。あー取られた。で、こうバンビサカ取れなかったんだよ。でもかわされてゴール決められると。はい、でここで、最後にねフルパフォですね。いやー、これフルパフォねする人まあ相手もいいと思うんだけどね。ちょっと飛ばしたいね、正直。ちょっと飛ばせるようにしてください。はい、今回これで終わりです。